皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで2019年第1弾のプロスピエス動画撮っていきたいと思います。撮るのはもちろん福袋ですね。はい、待ちに待った OB が出るかもしれない福袋、こちらを今回はね引いていこうと思います。あ、クーミと申します。よろしくお願いいたします。ということでこれを引いていくんですが、OB の S ランクが出るまで引こうかなというふうに思います。はい、でまあちょっと右上見ていただくと今40連までしか引けないんですよね。うん、そうなんですが、まあ1回目から4回目までで S ランク選手1人確定かつ、S ランク出たら OB30% の確率で出るっていうことなので、ちょっとそれに期待してやっていこうと思います。ちょっとまあもしもの時は、まあもしものもしもの時のこともまあ考えつつ、まあやっていきましょうと。はい。まあ出るでしょうということでやっていこうと思います。ちょっと危険な考え方かもしれないんですけどね。はい。で、OB 選手、狙いはですね、累計30連の時も申し上げていたんですが、大魔神、佐々木さんですね。はい。佐々木和弘投手が欲しいです。はい。1番は、はい。本命は佐々木さん。で、野手だったら、城島さんが欲しいですね。はい。キャッチャーでミートパワー A 同値、城島さん、あるいは落合さん。はい。ミートパワー86の A 同値と。この3人が狙いです。はい。で、ちなみに、30連した結果と、あと合わせて累計ですね。ネットスタジアムの累計の S ランク契約書からは、この3人は出てきませんでした。はい。狙いの選手は引けていないので、今回はね、まあ、この狙いの選手が引けたら嬉しいなというふうに思います。はい。じゃあ早速、10連目いきたいと思います。1回目の購入です。S ランクが毎回出るってすごいありがたいですね。まあ、一応演出も見ていきましょうか。さあ、ああ、有能2期。ありがたい。さあ、いいですね。新年早々、幸先のいいスタートですが、誰が来てくれるのかな ?1 枚じゃない可能性もありますからね。さあ、どうかしら。さあ、B ランク。確定だけかな?すごいサクサク。え、確定だけ?ちょっと待って、確定だけ?OB も今なんか張本さんしか見当たらなかったんですけど。じゃあ行きましょう。10枚目。10連目の10枚目。はい。おー。え、どうしよう、終わる?あ、ひっちゃん。やったー。あ、やったー。まあ、狙いの3人ではないですけど、普通に王さん強いですし、A ランクをね、1枚だけ A ランク引いてたんだったかなと思います。あ、1枚だけ引いてますね。はい。いやー、ありがたい、ありがたい。1枚だけですね。はい。まあ、もう10連。あるいはもう20連いきますか。まあ、とりあえずもう10連いきましょう。はい。まあ、もう10連ね。いきます。じゃあ2回目の購入です。いや、でも一発目で当てちゃったからもう厳しいかな。おっとっとっと。課金をさせてくれない。ガチャを引かせてくれない。いきます。2回目の購入です。さあ、お願いします。さあ、まあまあ S ランクは来てくれますから、それが誰かっていうところなんですけれども。いやー、ちょっと、まあ、確定だけではありましたけど、そこでさっき OB 引けたので、だいぶもう満足はしている。さあ、どうかな?あんま欲張んない方がいいのかな?ちょっとこの結果見て考えましょう。はい。どう?あんまり OB も来てないですね。通常の B ランクばっかり。あ !A ランク。あ、もう宮西さんほんと S ランク欲しい。もう2016年に引いて以来、2016年のタイトルホルダーで引いて以来、引けてないんで S ランクほんと欲しい。さあ行きましょう。確定の S ランクです。10枚目。誰?ああ、また引いてしまった。これ S ランクで S ランク幻突するまであるぐらい今強化したい森選手ですね。はい。ああ、どうしよう。もったいないけど、幻突しちゃおうかな。はい。この前、S ランク 30% 契約書から、引いたばっかですね。いや、これ来てるな。ちょっともう10連。もう10連いっちゃっていいですか?もう10連しちゃおうかな。と思います。はい。じゃあラスト行きましょう。はい。ではね、OB 第3弾、1人来るかな?はい。まあ、確定はないんですけれども、30連目まで行きましょう。お願いします。いやー、ちょっと、もうね、だいぶ満腹ではあるんですけど、でも、やっぱちょっとデザートを、新年を飾る、
そう、一発目のガチャなのでね、もう一人ぐらい当てちゃいましょう。ちょっと狙いを大魔神ここで当てちゃいましょう。はい、行きましょう。お、パットンさん、あ、帯来ましたね。落合さん S ランク来てくんないかな。意外とニューがいますね。さあ、でも、あ、やっぱ確定だけか。あんま A ランク他のとこで出たりとか、 S ランク2枚とかってあんまり今回はなかったですが、さあ確定の S ランク見ていきましょう。誰、世界の小林さん初めて引いたかも。うん、まあ守備ねすごくいいんですけど、今私リアタイはリアルタイム対戦は甲斐さん使ってるので、まあ無理して小林さん使わなくてもいいかなっていうところではあります。はい、ということで、まあ OB、まあ、3回30連引いて OB1 枚まあまあ OK でしょう。はい、でちょっとまあ30連まで引いたのはちょっと特訓素材も欲しかったっていうちょっと贅沢な理由もあるんですけれども、まあね10連ごとに S ランク来るならまあ 3回30連してよかったかなと思います。ちょっとここで止めておきましょう。はい、ということでね、まあ王さんありがたい。ちょっと王さん能力もう一回見ましょう。ジャイアンツ、いやー強いな普通に強いな。いやー A ランクをね去年の取っておいてないので、去年一昨年、うーん、なので、うーん、まあ原突が3回か。今自チーム A ランクが2枚と、何できたんだったっけな、前回の30連した時に1万 A ランク来たのかな。なんで突さん、まあ、じっくり育てて王さん使うもありですね。アーティストでこの能力はちょっと使いたいって感じですね。はい、いやよかったよかった。とりあえずね、もう一回放送を、もしかしたらこの動画を一回止めて課金をしに行くっていうのも考えたんですけど、あのもしご、そう、もし40連目までS ランク OB が出なかった場合、ちょっとやっぱり S ランク OB 出すまでやんなきゃいけないんで、50連目分を課金しようかちょっと悩んだんですけど、ちょっとそれはね逃れることができてよかったです。とりあえず、はい、ランキングどうしよっかな、ガチャ引いてランキングもいいかなって思ったんですけど、うーん、どうしよっかな。今はちなみに累計終わってちょこっとだけやりました、4枚。ちょっとどうしよっかな、でもな、ちょっとね、自チーム S まではもう確実にできないですし、まあ狙うとしてもここら辺なんですけど、うーん、自チーム A ランクが遠いですね、やっぱりどうしてもね。まあちょっとそれは考えます。もしかしたら累計開封が動画でもあるかもしれないので、はい、よかったら、ま、あのチャンネル登録していっていただけたら嬉しいです。はい、ほぼ毎日ね動画投稿しているので、チャンネル登録よかったらしてください。ということで、今年も2019年もこんな感じでプロスピ楽しんで頑張って、皆さんとね一緒に頑張っていこうと思っておりますので、よろしかったら応援よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしようかな。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺で、おつくみバイバイ。